ライリー・カルバーはカナダ・ブリティッシュ・コロンビア州バンクルバー出身のフリースキーヤー。2015年からカナダのナショナルチームに所属している。種目は主にスロープスタイルとハーフパイプ。スキー板はヘッドを使用している。最終学歴は高校卒業。スキーを始めた頃はレーシングスキーの練習していた。よく滑るスキー場のフリースタイルスキーのコーチが両親に レーシングよりもフリースタイルスキーを進め、15歳の時にレーシングからフリースタイルに転向した。趣味はアウトドアでのスポーツ。好きな食べ物はチキン。若いアスリートに向けて、You can't accomplish anything without trying it と述べている。2015年3月にスイスで開催されたザソニースノークラウンではスロープスタイル種目で、 フランスのジェレミー・パンクラスや同じカナダ出身のノア・モリソンらを抑え1位。2015年4月にカナダのウィスラーで開催された AFP ワールドツアーファイナルズではビッグエアボクで7位。2015年12月にアメリカのコロラド州で開催されるデューツアースロープスタイルボクへの出場が決定している。ありがとうございます。